ミニスカートを着用した女性ミニスカートは竹の短いスカートの総称である。ミニスカートの長さの基準は特に決まっているわけではないが、一般的には着用した状態で裾のラインが膝よりも明らかに高い位置に来るもの、すなわち、いわゆる膝丈よりも短いスカートを指す。ミニスカーあるいはミニ略称されることがある。ミニスカートの中でも、 特に丈が短く、大腿部の中央付近よりも上に、裾がくるものは、マイクロミニスカートと呼ばれることもある。紀元前14世紀のエクトビズガールの衣装の、再現図単な絵を着た女性たち考古学的に、発掘された最古のミニスカート状の衣服は、紀元前1380年頃のエクトビズガールの、ものである。 中国のミャオ族の新朝時代の衣装、タンチュンナエもミニスカートに似ている。ダンサーのジョセフィン・ベイカーが1920年代半ばに舞台衣装として着ていたバナナスカートも非常に短いものであった。1920年代以前は西洋の女性は足首までの丈のスカートを着るのが通例であった。1920年代には ここシャネルのデザインを筆頭にそれ以前の西洋の女性のスカートよりも丈が短いものが見られ始めた。しかし、1930年代は世界恐慌のため、1940年代は第二次世界大戦のため、女性のファッションは再び保守的なものとなった。1950年代後半から一部の女性の間でスカートが短くなり始めた。 1960年代は、プレタポルテの台頭に加えて、若者のファッションである、ストリートファッションの影響力も強くなっており、その典型的アイテムが、ミニスカートであった。1959年に、ロンドンのストリートデザイナーマリー・クワントが、若者向けに売り出し、大ヒットする。1965年1月の防具市では、 ジョン・ベーツがデザインしたミニスカートのドレスが特集され、後のその年のドレス・オブ・ザ・イヤーに選ばれている。さらなる世界的な流行の火付け役は、フランスのファッションデザイナー、アンドレ・クレージュによる1965年1月の発表であった。彼は、その前年の1964年8月にもミニスカートを発表している。これに続き、 その他のデザイナーたちもミニスカートを発表し始めるようになった。この頃からイギリス出身のモデルツイッギーが着用してブームを呼び起こし、これによりミニスカートは世界中に広がった。ツイッギーは1967年10月に来日し、日本にもツイッギー旋風を起こしてミニスカートを流行させた。ギャル系ファッションのミニスカート。 1965年8月11日、テ人が日本で初めてのミニスカート、テ人 L を発売。1967年の3月、野際陽子がパリから帰国した際に着用。同年10月、英国モデルのツイッギーが来日した時にミニスカートを着ていた。同年に、美空ひばりがミニスカート姿で真っ赤な太陽を歌謡番組で歌った。 都市部の若い女性だけにとどまらず、世代を超えて、全国津々浦々に広がり、1969年に、首相、佐藤栄作の訪米に同行した、首相夫人、佐藤宏子は、当時62歳の年齢でミニスカートを着用した。この当時多くの女性のミニスカートは、膝丈よりやや短い程度であった。また既存のスカートの裾を自ら短くして、 ミニスカートに改造することも多く、その様は、漫画、サザエさんでもしばしば描かれている。この第一次、ミニスカートブームは、交通機関、女性警官、大阪万博での多くのパビリオンのコンパニオンなど、女性の制服にも影響したが、1973年から1974年頃には、収束した。その後、1982年頃の小流行を経て、 1980年代末から1990年代、初頭のバブル期には膝上30から35センチメートルで、超ミニ、マイクロミニなどとも呼ばれるミニスカートが流行した。この流行は、ボディコンシャスなスタイルの流行に伴うもの。その後は、若年層を除いて極端なミニスカートの流行が、たびたび見られる。 スカートの丈と経済の公共不況が関連づけて論じられることもある。街角の女子高生。左から、デニム、制服のタータンチェック、セーラー服のミニースカート。最初に、ミニスカートが流行した1960年代、後半1970年代前半にもある、程度学校の制服のスカート丈が短くなった時期があったが、当時は、 学校の拘束や年少者に対する社会の締め付けが厳しかったこともあり、学生が制服を明らかなミニスカートに改造することはなかった。1970年代後半から1990年頃にかけては制服のスカートを長くすることこそが格好良いとされ、制服のスカート丈は長めとなった。1990年代中盤以降には、 女子高生らにとってのスカート丈は短いほど可愛いものに変化し、制服のスカートは短く竹詰めしたり、ウエスト部分で折ったり、ベルトで留めるなどして、膝上 20cm から 40cm に短くして着用されるようになった。また、規制の制服スカートもそれまで定番であったが、湿化丈から膝丈や膝上丈となる制服が多くなった。 ただし、制服のスカート丈の流行には、地域差も大きく、例えば、大阪、神戸などでは、膝丈もしくは、出荷のスカートを着用している生徒も多く見られる。2005年には、写真週刊誌、フラッシュが、制服のスカート丈が、全国一短いのは、新潟であると報じて、話題となった。イベントコンパニオン女性警察官、OL など、 現在でもミニスカートが制服として採用されているところもある。民間企業で女性の制服が存在する場合、スカートである場合もある。この際には動きやすさを重視して、短めのスカート丈が採用されるが、幅広い年齢層の女性が着用することもあり、丈は膝丈程度であることが多い。女性警察官のスカート丈は、公務員の制服の中では、 最も短いとされ、女性自衛官のものがそれに次ぐが、ただしこれらの職種ではスカートに代わって、スラックスが選択されることが増えてきている。客室乗務員の制服も、日本の航空会社の場合には、膝丈のスカートが一般的であるが、スラックスの採用が増えている。かつてテレビのクイズゲーム等のバラエティ番組では、フリップを持ったり、 商品を運んだりするアシスタントの女性がテニススコート型のミニスカートを着用している例が多く見られた。ありがとうございます。